軽い。どうも谷口です。ついにね、やっちゃいました。多分これからスノーボードをよしやろうっていう人が最初に買うであろう道具、ボード3点セット2万円。2万円ですよ。2万円。2万円のスノーボード、ブーツとバインディングのこの3つ、これがあればもう滑れる3点セットですね。楽天で2万円で3点セットがあったんで購入したんですよ。よくね、いい道具で滑った方がいいよとか、安い道具は買わない方がいいよとかって言う人いるんですけど、でもね、大体そう言ってる人って実際2万円の3点セットとか使ってない説結構あると思うんで、僕はね、やっぱり経験したことをね、伝えていけたらいいなと思ってるんで、実際買ってみたんですけど、軽いすごい軽い。中がね、ちょっとどうなってるのか、もうすっげー楽しみなんで、対応していきたいと思います。あ、ちゃんともうバインディングがついてますよ。取り付けもね、されてて、もうこれクリッてやったら滑れますよ的な感じです。ちょっと今流行りっぽいね、ハンモックっていうか、昔のなんか布に糸を縫い付けたみたいな感じじゃないやつがついてます。まあ、これプラス、スノーボードブーツ、紐タイプ。で、よくね、言われるのが、ブーツはもう絶対にネットで買わない方がいいよ。本当にネットで買わない方がいいのか。これに関して言えば、普通の靴も履いてみないとサイズ感わかんないじゃないですか。だからもう本当は実際に履いてみて、自分の足にね、合ってれば、ここで初めて購入をちょっと検討した方がいいのかなと思うんですけど。まあでも近くにスノーボードショップがないとか、インターネットでしか道具揃えられるような値段のものしかないとかね、あると思うんですよ。高校生とか大学生ってやっぱりそんなにお金ないじゃないですか。僕らはなんかもう社会人だからね、10万20万する道具を楽しみに買ったりとかっていうのもできますけど、夏頑張って働いたバイト代でも10万とか大体5万円ぐらいしか多分食べられないじゃないですか。だからこういう2万円のね、3点セットでもいいんじゃないかなって僕は正直思います。だって買えないんだもん。だったら買えるやつ買うしかないよね。うん、どうだろう、思ったより悪くない思ってたより悪くない気がする。あ、柔らかい。すごい変な柔らかさ。ここだけがすごい柔らかくて、こことここはちょっと硬いみたいな感じ。でもこういうね、5万とかするいいブーツ履いてなかったら、まあ、こんなもんかなって思う人多いと思う。でもかかとのフィット感であったりとか、くるぶしの部分がちょっと滑り始めたら痛くなるのかなっていう感じはもうこの時点である。こういうところで買って、もしフィットしないものを買っちゃうと滑り始めたらすごい痛いんじゃないかなっていう感じ。でもね、滑ってみないと分かんないからね。で、いいよね、これを買う人は多分スノーボードのことあんまり知らないと思う。だから取り付けてお渡ししますよって書いてあった角度が、21の9度、前が21の9度っていう結構前振りな感じなんだけど、俺がスノーボードやる前ぐらいは前に振ってるのが当たり前だったんで、結構これが普通みたいな感じで取り付けてあるのかなっていう感じですね。最近のスノーボードショップではこの角度で初心者に渡すっていうのはないと思うんですけど、でもやっぱりこれを推奨してきてるわけですから、使うときはこのスタンスで滑ってみたいと思います。取り付けたんですけど、サイズ調節もだいぶできてるんですけど、ちょっとできてないかな。ちょっとね、ここがもう限界ギリギリまでいっちゃってるんで、2万円のセットの板を買ったらちょっと自分でまた微妙に調節しないといけないかもしれない。センタリング、バインディングのセンタリング、これかかとの方に出てないですか。かかとの方に出てますよね。かかとの方に多分出てますよね。S サイズのバインディングだと思うんだよね。S サイズの25のブーツなんで、 S サイズで多分頼んであるんですけど、でもその時は結構前に出してあげないとかかとがめっちゃ出るんで、この辺はついてるけど調節が必要だなっていう感じですね。なので、3点セットを買っても調節多分しないといけないと思うので、ちゃんと調節はした方がいいと思うんですけど、でもやっぱり多分わからないと思うんで、これで滑りますで、ちゃんと滑れるかどうかっていう感じですね。まあ、あとは多分ワックスとかもわかんない人多いと思うんで、いや新品の板だからワックスなんか塗る必要ないでしょっていう感じだと思うんですよね。わからないし、だからワックスを塗ることがどのぐらい重要なのかってわからないんで、まずはこのドノーマル、車で行ったら納車された状態でね、ちょっと滑ってみようかと思います。
ちゃんとね、リーシュコードついてて、滑り止めのついてるんで、まあ、とりあえず必要なものは全部揃ってるっていう感じですね。あと、パスホルダー、ついてきます。優しい。粗悪品とかっていう人いるかもしれないけど、2万円でこれすごいよ。どうやったら2万円で作れるんだろうってね、ちょっと思いますね。ちょっと使ってみるのが楽しみなんで、ちょっと使った動画を次回上げてみたいと思います。2万円のスノーボード3点セットの開封でした。はい。